チャプター6、レッスン10、プロモーション動画を作ろう、インサートクリップの配置。紙面は265ページになります。このレッスンでは、カット編集が終わった状態、そして BGM が配置された状態のタイムラインに対して、今度はインサートと呼ばれる素材の追加をしていく作業をしたいと思います。 現状ではですね、このタイムラインはインタビューの素材しか配置されていません。なので、ずっと先生の様子が映し出されているだけで、話の内容としてはデコパージュと呼ばれるフランスの伝統的な装飾の技法を紹介しているんですけども、それがどういった様子なのかっていうのが全くわからない状態なんですね。で、このインタビューの カットをより分かりやすくストーリーを伝えるために様々な素材を配置していくということが非常に重要になってきます。ここでどういう素材を用意できるかっていうところで、まあ、映像のクオリティっていうところもだいぶ左右されるかなというふうに思います。はい。では早速紙面やっていきます。まずオープニング部分の余白を作るということで1番、練習用ファイル6の10を開きます。そして 再生ヘッドをですね、まず5秒目の位置に移動して、はい。で、ここより前に、ワンカットだけ、えー、まあ、オープニングとなるような雰囲気のカットを追加します。ということで、ここからですね、BGM 以外を選択して、えー、こういう感じで、5秒の位置から始まるようにずらします。 これだけですね、たくさん素材があると、ちょっと選択しにくいなっていう場合は、例えば BGM に関しては、ここ、ここにですね、トラックのロックってあります。これを押していただくと、もうこの BGM 選べなくなりますので、まあこうしていただくと、ガッと選択しやすいかなというふうに思います。次のページですね。2番。V4 トラック、英語トラックを追加します。ということで、トラックの追加ですね。 えー、この辺り、空白のところで右クリックをして、一つのトラックを追加。はい、これで V4 ができます。そして英語を追加ということで、一つのトラックを追加。これで追加されました。で、3番、えー、新しく追加した英語トラックに BGM を移動しますということで、まあ、今ですね、ちょうど英語トラック、A4 トラックが新しく追加されて、 既存であった BGM、自動的に英語で本に行きましたが、もし A4 トラックに BGM が残っている方は、これを英語に1個下げていただければというふうに思います。はい、そして次行きます。え、オープニングのクリップを配置する。え、ということで、フッテージの中にある、え、インサートですね。インサートのクリップの中で、これを一度瓶をまず開きます。ダブルクリックで開いて、 今、リスト表示になっているところを、隣のアイコン表示に切り替えます。そうすると、クリップのプレビューがしやすいかなと思います。それで今見ていただくと、並び順がですね、PV1 から次7、10、4、8、5と、まあ、ちょっと不規則な感じになっているので、ここですね、ここを押していただくと、並び順っていうのを変更することができますので、この名前、 名前順にしていただくと、はい、このように、123456と順番が変更になります。そして2番、インサートのビンにある、この PV01 ですね。このクリップを選択して、この0秒のところに配置します。はい、じゃまず一旦このまま、インアウトを作らずに、V4 の方にドラッグドロップします。 はい。そして次のページいきます。3番。追加した PV1 を5秒の位置でカットします。ということで。はい。こんな感じですね。はい。で、次いきます。4番。PV01。このクリップの色を変更するということで。右クリックをしていただいて、ラベル。ここで好きな色を選んでいただければと思います。 はい。こうすることで、タイムライン、広角で見たときに、まあ、パッと見でここタイトル、オープニングっていうことがわかります。そして、メインコンテンツ、インタビューコンテンツがあるっていう感じですね。はい。えー、どんどんいきます。そしたら次、インタビューの上にインサートするクリップを配置するということで、えー、インタビューの音声を聞きながら、この V4 トラックにどんどん素材を乗っけていきます。 まあ基本的にどういう素材を載せるかっていうところで、まあランダムに適当にこう配置するわけではなくて、今回の動画はこのインタビューの喋り、その喋りがまあストーリーを展開しているわけなので、基本的にその喋りにふさわしいもの、その内容に沿ったものっていうのを選んで配置をしていくっていう形になります。まあ今回はですね、教材なので基本的にもうこの順番通り配置していけば、 え、いい感じになるっていう風に、ま、設計されておりますので、まあ、練習ではありますが、基本的にこの順番通りに配置していけばいい感じです。はい。では、え、1番見ていきましょう。ここでは以下のタイミングでそれぞれのクリップを配置し、適切にカットをしますということで、ちょっとプレビューをしてみます。アトリエメゾンダラメールのひろこです。デコパージュでブラシに はい、すいませんちょっと BGM がね今騒がしいので一旦これミュートにしておきますアトリエメゾンドラメールのひろこですデコパージュで暮らしに彩りをおテーマに湘南茅ヶ崎と東京白金台の2つを拠点にデコパージュ教室を開講しています<コ>はい、えー、ということでまあ、デコパージュ教室を開講していますということで次挿入するのがこの PV02 になります えーまあ、本来はですね、その、お教室を開講してるっていうところで、まあ、ここに生徒さんが映っていれば、えー、この先生がですね、レクチャーしてるっていう風景がより伝えられるのかなと思うんですけども、今回いろんなちょっと都合上、えー、ご本人様一人で映ってる状態ではあるので、まあ、これをですね、代用していきたいと思います。でですね、紙面の方では、 ざっくりこの位置に配置しますってことは書いてますが、この挿入するクリップ、どっからどこを使うっていう細かい指定は特にありません。なので、えー、ざっくりですね、このソースモニターパネルに移していただいて、ざーっと見て、良さげなところで、まあ、一度ランダムでこうイン、アウトを打って、V4 に載せてみます。でもちろん、紙面と同じにいかなくても大丈夫です。 ちょっと拡大をして南茅ヶ崎と彩りをおテーマに湘南茅ヶ崎と東京白金台の二つを拠点に東京白金台の二つを拠点にデコパージュ教室を開講していますはい。 で次のセリフがデコパージュとはフランス語の切り抜くとい、う言葉を語源としたヨーロッパ発祥の手工芸,、はい、芸です。デコパージュの説明をしています。なので、で、なおかつ、切り抜くなんていうキーワードが出ているので、それが伝わるようなカット。まあ、次ですね、PV03、切り抜くっていうところで、まあ、ちょっと切ってるカットがあります。ここもまあ、一回ランダムにイン、アウトで。 一旦載せてみます。でですね、もう一個、p v ブイゼロ四の方でも。切り抜いてる。手元の画像がありますので。ざっくりこんな感じで載せてみてどうかですね。そう開講しています。デコパージュとは、フランス語の切り抜くという言葉を語源とした。ヨーロッパ発祥の手工芸です。ヨーロッパ発祥の手工芸です。 したペーパーを専用ののりで小物や家具などに貼り付けてはい、小物や家具などに。小物や家具などに貼り付けて装飾を楽しみます。小物や家具などに貼り付けるっていうそういう絵ですね。なので、この今次の pv05 が貼り付ける前段階のま様子。貼り付けるまあ、プレビューをしているような感じですね。これを。 にのっけて p v ゼロ六も同じく別アングルで。乗っけてるような絵ですね。はい。でこれを。ちょっとまたランダムに乗せてみて。カットしたペーパーを専用ののりで。小物。はい、ちょっとここが。見た目がちらついちゃったね。ペーパーを。専用ののりで。小物や家具などに貼り付けて装飾を楽しみます。デコパ。

うすするるっていいのは、まあ、一つ基準にななポイントかなと思います例えば、最初から、えー、この、この辺ですね。2秒、2秒あたりまでは、割とこうフリーズしてる状態です。カメラは動いてるんですけども、車体はアクションがない感じ。で、この辺、2秒のあたりから左手がこう、まあ出てくるわけなんですね。で、何かをいじってる。まあ、今回はちょっとこういう動きあるところっていうのを選んで、 つまんでいこうと思います。で、BV8 ですね。で、そうすると、8の方で、まあ、この手が映ってて、で、気をつけたいのが、例えばここから使うとき、今ここ右手が動いてますね。で、こっちタイムライン見てみると、まあ、ここで今ちょうど右手が動きました。ここでアクションがつながるようにカッ、 を切りり替えると非常ににいい感じになります例えば今ここだと左手ですよね。この左手が動いた段階で、じゃあこの右手が動いてるカットをつないでみるとします。そうするとですねや、やっぱアクションのズレが発生するので違和感が出ます。左手が動いて右手が動く。ここのアクションがつながるようにカット編集をするといい感じになるかなと思います。 左手が動いて、右手が動いて、はい、もうちょっと調整が必要ですね。右手が何かに触れたあたり、この辺、この辺で繋いでみると、はい、こんな感じです。割とそうするとアクションがくっつくので、 はいここちょっともっと長くしますそうするとザインさえあれば自分好みにアレンジできお店では手に入らないものも作れますはいこんな感じですね違和感なく自然な雰囲気でカットをつなげることができますしかも人先生のレッスンでそれぞれのスタイルを生かした丁寧な指導を心がけています ヨーロッパの伝統工芸まあヨーロッパっていうキーワードが出てきていてヨーロッパっていうわけじゃないんですけどもまあそれなりに感じさせるような雰囲気のカットがありますのでここででここもですねやっぱりアクションを見てこのひろこ先生が出てきて何かものを置くっていうアクションがあるんですけどもここでまあどこでつなぐかですね。 ま、このインしてくるところで一旦やってみましょうか。インして物を置いて、で、蓋を開けましたね。蓋を開けるっていうアクションが入ったので、まあ、この後であれば、じゃあ蓋を開けた次のアクションがあるといいのかもしれません。ただ、蓋を開けるっていう次のカットはないので、ここの前で、この置くっていうところで一旦フィニッシュしてみましょう。えー、そして、 次のかとこですね。この紅茶を飲む。ここもどこで繋ぐかですね。この手がインしてくるところで繋ぐか、このティースプーンを混ぜてるところで繋ぐか、まあ。一旦この辺でちょっとやってみましょう。はい。で、置いてみると。綺麗な指導を心がけています。 ヨーロッパの伝統工芸であるデコパージュをより身近に、そして今の暮らしに馴染む洗練されたデコパージュをご提案いたします。ごはい、ということですが、ここちょっと尺が。尺が足りないので、もう少し前から出ましょう。こんな感じにするとどうかですね。 より身近にそして今のこの辺から使いたいですねなので今度はこっちをちょっと伸ばして尺が足りるかはいでここを今開けるっていうやっぱアクション入っちゃってこうつながるとちょっと違和感出るのでやっぱり終わりはここで。 終わらせるとしたらそしたらこっちを伸ばすしかないですねヨーロッパの伝統工芸であるデコパージュをより身近にそして今の暮らしに馴染む洗練されたデコパージュをご提案いたしますご一緒に素敵な作品を作りましょうはい、これでだいぶ自然な感じで、えー、編集ができたかなというふうに思います では、次のページに行きます。268ページですね。エンディングのクリップを配置する。ということで、一度タイムライン広域で確認をしてみて、オープニングここに入ってます。で、これと同様に、ここのラストの喋りの後ですね。ここにまあワンカットだけ入れてみたいと思います。1番、インタビュークリップの11番、最後のクリップですね。 はい。最後、このクリップを配置します。ここに置いて、で、長さはだいたい5秒ぐらいとありますが、まあ、全然お好みで大丈夫です。1分と7秒ぐらいですかね。はい。ま、ここ一回ランダムに置いてみます。インサートのカット、全体、同じ色にラベルを変更しておきます。 これでまあパッと見で結構わかりやすいかなと思います。まあ C っていて言うなら、えー、オープニングとエンディング二つだけ、えー、違う色にしてあげてもいいかもしれないですね。これと、これですね。えー、例えばこれ、オープニングとエンディングだけ何か違う色、うまあこういうふうにやってもいいかと思います。 はい。で、そして次ですね。エンディングを演出するということで、クリップや BGM をフェードアウトをさせます。一番、エンディングクリップに合わせて、えー、この英語のトラック、BGM ですね。BGM のクリップを、まずカットします。一回ざっくりちょっとこの辺でカットして、ちょっと手前側を削除しておきます。えー、そして、 ここにフェードをかけるわけなんですけれども、えー、シフト押しながら D。これでフェードかけることができます。デフォルトだとこのフェードちょっと短いので、まあラストカットということでちょっと一回わざと長めにしてみます。それでプレビューをして。はい、しはい、こんな感じですね。 で、そしたらあと3番ですね。PV11 の方にもフェードをかけます。Ctrl D でフェードをかけていって、このクリップのインの方にはかけないで消しておきます。まょちょっと早そうですね。でここもちょっと長めにフェードかけておきます。 こんな感じですね。まあ本当はラストでね、もう少しスークリップ使えるものがあればいいんですけども、今回素材がそこまでないので、一旦これでよしとします。はい、えー、これでこのレッスンの解説は以上になります。